あ、やっぱり汚染ダメージだ。結構食らってたんだな。じゃあ戻れるかなこれ。あ、じわじわ体力が減ってってるんだけど、スタミナもなかなか持たないんだよねこれ。で、残る医療アイテムは1つ。それまでに戻れるかな拠点に。無理だどうしよう、困ったな。はい、結局行き詰まっちゃったんで、ちょっとデータを遡って、ヘリ墜落現場調査前のところまで戻しましたと。で、今頃になってとっても重要なことに気づいて、このボックス、これパーソナルボックスなので、所持品をね自由にしまえるボックスだったと。で、いまいちアイテム重量何がそんなに食ってんのかよく分かってなかったんだけど、これだ。この LLMC っていう、あのジェリーフィッシュっていうアーティファクトが入ってる、毒性の強いアーティファクト入ってるボックスなんだけど、これがなんと10キロもあったから。で、今これ持ってても特になんか役に立つわけでもないから、ここに保管しておこう。で、弾も今使ってる武器に合わない型のものは全部売ってたけど、ここに収納しておけばいずれ役に立つかもしれないから収納しよう今後は。で、まあ今墜落現場一つは調査したから、躍起になって全てのヘリの墜落現場を調査しなくてもいいし、そろそろこのエリア抜けてお隣にでも行っていいし、そうだ、ここに行けばとりあえずキメラ狩りの成功を知らせて報酬がまたプラスでもらえるから。だけど徒歩で行くのはめんどくさいと。今の持ち金で案内してくれたりするかなこの人。ああ歩いていこう。これどの辺まで歩いていけば、ああ、ここに道があるから、こっからエリア移動できるのかな。ここまだ一回も行ってないんだよな。アイアンフォレストアノマリーっていうのがあるんだけど、前にもう片方のトレーダーの人にお金払って情報を得ようとしたけど、大した情報なかったし、まあ行って確かめるのがよしでしょう。で、放射能汚染、思いのほか厄介なんだよね。そのインベントリーをチェックすれば、その症状がそれほど目立たない長期的な影響は無視できる、この250から1500ミリシーベルトの範囲内は、プレイしている状態だと今自分が数値上どのぐらいの放射のダメージを食らってるかなんて分かんないから、だからここまで食らう分には大丈夫っていうのは分からないと。もう極力放射能を避けるきゃないね。ここはもうもぬけの殻だもんな。いつの間にか死体がなくなってるんだけどね。なんもないね。じゃあとりあえずアイアンフォレストアノマリーのとこまで行ってみるか。この辺ゾンビ兵でもいそうだけど、ついでにここの人に顔出しするか。どうせまたドア開けた瞬間発砲してくるんだろう、分かってるからな。いやいやいや、知ってたけどね、私です。はい、うん、まあこの人のおかげで墜落したヘリの一機はもう見つけてるからいいや。もうこの人に用ないな、何も。
ドア開けたらとりあえず撃ってくるっていうだけだし。ドックが死んでる。この辺りの道路はいつだかが通ったかな。結構前だった気がするんだけど。こっちか。まあアーティファクトなんて、うわ、なんかおる。あれブラッドサッカーかな。まあショットガンがあるからダメージ食らわずに倒す分には問題ないんだけど、多分この辺のモンスター、元いミュータントもブラッドサッカーにボコられたんでしょう。おそらくは。まあそれはそれで遺品は回収と。多分こういうアノマリーがはびこってるところはおそらく中心部分にレアなアーティファクトがあるとかないとかだと思うんだけど、あそこに行くなら耐火性能が非常に高い防具が必要になるし。何？こっちに変電所がある。なんか敵っぽいな、あれ。あの動きは敵っぽいな。敵だね。オッケー。まだおった。あ、倒れた？この野郎。起きるな、起きるな、起きるな、起きるな。よし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 。待って、出血した、出血した。オッケー。やってくれんな、バンディット。わー。プレイボーイ持ってる。あ、型の合う弾を持ってる。いただき。あー、防具が、あんまりよろしくないっていう警告アイコンだ。この防具も別に安くはなかったんだけどな。もう買い時か。これは？はい。汚染色。あー、もう重量オーバーで。早すぎる。武器のせいなんだけど、拾ってる。早く目的地の駅に着いたら、売っ払いたいな。ああ、でもそうだ。ここもチェックしたいから、いかんと。ここだね。ここを抜ければ次のエリアに、移動できるみたいなんだけど、こんだけでかい施設となれば、絶対なんかいるんだよな。アノマリーだけに見えない。お、あ、ゾンビ兵っぽいな。ゾンビ兵っぽいよ。ゾンビだね。ゾンビ兵ってかもうゾンビだね。一応墜落。おっと、ワンワンか。もう来ない？ショットガン心強いな。弾はまだまだあると。毒の肉はあんまり高く売れないんだけどね。肉以外は
そこそこ、おっ、とっ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 と、待って、まずい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 、いやアノマリー接近してた。わ、動いてるもん、アノマリー。まずはワンワン倒して、音に反応してこっちに来るの、あれ。大丈夫かな、まだ大丈夫だ。というか武器持ってるゾンビ兵だやっぱそうだ。あー、待って待って待って、全然近くに来てるように見えないんだけど、どんだけ範囲広いんだ、あのアノマリー。ちょっと光学サイトも何もついてないから、こっちにできれば引き寄せてから。わわわ、結構来てるな。これ死んだか負傷状態になったかもよくわかんないから怖いな。大丈夫だね。大したー、当たり判定がよくわかんないあれだー、何なんだ、近寄らんでおこう、横に避けよう。医療アイテムガンガン持ってかれるわ。ちょっとこれでがっつり回復するか。ゾンビ兵自体はあんまりいないのかな。あ、腹が減ってきた。あ、飯はぼちぼち。あー、あかん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 。飯食ってる間に死ぬ。セーフ？とりあえず墜落現場だけちょろっと、見たいんだけど。わからない。確かね、これ防具で再耐性、下から3番目の再耐性というのがあって、多分これである程度避けれるはずなんだけど、これゼロなんだよね、このスーツ。そりゃダメだわ、手も足も出ないわ。ここはスルーしよう。スルーしたいから、横の道を通れば、ぐるっと外周回れば、奥の道には行けるな、きっと。お、下の方にもゾンビ兵がいるけど。下通ってけってことか。わかったよ。硬いな、あいつら。あんまり近くからはしたくないんだよね。全然当ててこないけど。あ、全員やった？まだ生きてんならね、ナイフで刺してやりたいところなんだけど。OK？ あれ、ナイフどこ？あったあった。ほい、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 オッケー。みんなゾンビだ。なんか売れなさそうな装備たくさん持ってるけど、まあいっか。これぐるっといけんのかな。ちょっとでもこの施設に近づこうものなら再攻撃食らいまくりだわ。
ゾンビの声するし。おっと、なんか右側に今度はあなたの武器もうダメよ表示が出てきた。あれこれ空間アノマリっぽいぞ。そしてこれフェンスがあるからこっちまで来たのはいいけど向こう側に行けないようにも見える。というか行けない。これ通ってみる。この空間アノマリ、これ空間アノマリだよね。死にますよアノマリじゃないよね。おはおえあ施設の中に入ったんだ。ラッキー。正しい道に来たきっと。そして多分ナイフがダメですよっていうアイコンだな。これこのアサルトライフルももうそんなに丈夫ではないんだけど、セーブしとこう。なんか嫌だなこの辺。なんか空間が歪んでるように見えるんだよね。でも向こうに行きたいんだよね。迂回路なんてないもんね。ネジ投げてみる。おお。あ、ここは通れる？通れなさそうだ。え？あ、こっち行ける。こういう時のネジだな。前作前々作やってた時このネジ何の意味があるのかさっぱり分かんなかったんだけどね。あ、とっとっと。幸いなことにこのアノマリーは動いてるものではないから。だっ右に寄ってるのがいけなかったかな。左にちょっと あんまりこの辺寄りたくないけど。あ、大丈夫だね大丈夫だね。ネジばらまいていくぞ。このコンテナの横は通れないと。こっちはダメ？あ、いけるな。めっちゃこまめにセーブしないと。再攻撃も来るし、しんどいな。こっち行けってこと？え？え？こっち行ったらね、またそっちの変電所みたいなところに近づいちゃうし。ここ行ける？無理じゃ。あ、ギリギリ。あ、行ける。何？はいはい、セーブ。よし、ここ行ける。怖え。今スタッシュなんて確認する余裕はねえ。よし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 。あ、よし、ここは安全だ。ここは危険だ。わあ、こんな何の変哲もない障害物もない平坦な道なのにこんなに進むのがしんどいとは。一応スタッシュがそこにあるみたいだけど外側から入れないねきっと。はい、よし、とりあえずこれでこっちに行けば次のエリアに。はっ、
知らない。知らなくても行こうぜ、それは。それは行こうぜ、ここまで。ここまで来たのに。え、じゃあ何？金払って道を教えてもらうしかないってこと？あの人に1万払って。マジかよ。何のためにここまで自力で来たんだ。こっから帰れと？自分の足で。マジかよ。ここまで来るのに拾った遺品売っ払っても1万ルーブルもたまんないよ。そっか。道丸分かりだけどね。PDA 見れば。PDA じゃないや。UPD。いやー、無駄足こいた。ああ。どうすんだよ。こっち側は通り抜けできないんだ。ああ。なんかそこにあるけど。お？ちょっと待って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 。こういうところにもトラップがしっかり。あるみたいだが。ああ、こっからなら近づける。スタッシュ。ストーカーの日記？これは？ハンドガン修理キット。なんか良さそうなハンドガンが入ってる。良さそうかはわかんないけど、まあいいや。これは？マリファナ。強力なアルコール中和作用。え、これいい？あ、興奮作用。興奮作用？どんな時に必要なのか。写真。スタッシュゲット。割とわかりやすいところに。あったけど、これ運よくこの空間アノマリー通ったら拠点に戻してくれたりしないかな。ダメか。帰ろう。